三船プロダクション三船プロダクションは1962年に映画俳優の三船敏夫が設立した日本の芸能事務所及び制作プロダクションである。1966年には東京都世田谷区成城と調布市入間町にまたがる敷地に時代劇も撮影できるオープンセットのある撮影所を建設。東京で唯一時代劇が撮れるスタジオと言われ、 世田谷区側にセットを建てられるほどのスタジオが三つと、通り、川端、長屋、そして、バス通りを渡った、調布市側に道場を含むオープンセットが存在した。さらに、ほとんどのスタッフが、プロダクション専属で仕事をしており、大手の映画会社に次ぐ規模であった。なお、ロゴマークは、三船家の家紋である。年代の後半から、テレビが普及し始め、映画産業は、 衰退を始めていた。映画会社は、作成費用削減、撮影所の縮小をしていた。三船敏夫が所属する東宝も同様で、三船に対し、君はプロダクションを作り、仕事を回すから、自分のところで映画を作るようにと言われたという。そのような経緯から、三船プロダクション設立にあたり東宝の重鎮、森岩を藤本雅美と河北長政が、 取締役に名を連ね、運営には、田中智之の尽力があり彼らを後ろだけとした。第一回作品は、1963年、宝塚映画と提携して制作された、50万人の遺産。この作品では、東方の藤本雅美専務の勧めにより監督を参、千が引き受ける。編集も、黒沢監督が手伝うなど、黒沢組も多数参加するが、 三船監督としては、これが、唯一の作品となる。その後、監督業は無理だと思った三船は、岡本喜八監督を招いて、1965年に、侍、死と砂を制作。東方の支援もあり、工業成績も好調であった。1966年には、世田谷区成城に2000坪の土地を購入。スタジオ、オープンセット完備の撮影所を作る。 組織も拡大し、映画制作、企画の社員を雇い、撮影スタッフも増強し、自主制作を始める。1968年には、三船プロダクションと石原プロモーションが組んで、熊井警監督の黒部の太陽を公開する。ただし当時は五社協定が存在し、東方と日活という違う会社の看板スターが組む、こと大きな反発があった。そこで、三船は、 日活の堀久作社長に黒4ダムを作った関西電力が映画の前売り券100万枚の販売を保証してくれるが配給は日活でどうかと提案し石原雄二郎の出演を認められ制作にこぎつける黒米の太陽は1968年の最大のヒット作品となる海外出演以来も増えて百六十七年のアメリカ映画グランプリ 1968年、太平洋の地獄に出演する。1960年代は、主に、東方と提携して、多くの映画を制作し、中でも、中村金之助、石原雄二郎らとの共演が、話題になった、風林火山。1969年は、予想以上に、ヒットした。三船プロダクションは、さらに撮影所の設備を充実させる。最終的に、 3800坪の敷地に、社員、契約社員300名以上にまでなった。1970年代に入り、映画産業が社用化してからは、映画制作から撤退して、テレビで時代劇ドラマを制作した。同時期に多数誕生した、いわゆるスタープロの中では、唯一自社撮影賞を備え、特に東京で随一の常設時代劇用、オープンセットは各社に重宝された。 芸能プロダクションとしても活動し、ビューライター、滝川博美、勝野博志、中野良子らのスターを多く抱えていたが、1979年に内紛騒動が勃発し、東方時代から付き添ってきた田中俊一が、上記の俳優ら引き連れて、半ば強引に三船プロから独立、田中プロモーションを設立した。田中プロも、その後再分裂。 アクターズプロモーションが大部分を継承したが、結局2007年に破綻した。三船プロに残留した俳優は、伊豆はじめ、夏木洋介、片瀬里野、竹下稽子ら、少数に止まった。この分裂劇は法廷へとも連れ込んだが、田中からの謝罪を参戦が受け入れることで、和解した。分裂で大打撃を受けた三船は、軌道修正を図るべく、1981年には、 三船芸術学院を設け、役者や制作スタッフの育成に力を注ぐも、内紛騒動でできた穴を埋めることはできず、1984年には撮影所が閉鎖に追い込まれ、敷地の多くを売却するなどの事業縮小を余儀なくされた。三船プロが1970年代に無理な事業拡大を行った背景には、同時期、東宝が本社での映画制作を停止し、買い取り作品、 委託引き受け作品の配給に転換したため、行き場を失った大量のスタッフ、俳優の受け皿となろうとした、三船の狂気があると言われる。三船年を没後、長男で俳優の三船四郎が取締役を継ぎ、過去に制作した作品の著作権管理を主な業務として現在に至る。かつての敷地の間を通っていたバス通り、 成城富士見橋通りを走る小田急バスには長らく、三船プロダクション前というバス停が存在し、名残を留めていたが、2003年4月に、成城八丁目に、名前が改められた。元社員で総務の田島勝彦によると、黒沢明監督との最後の作品となった、赤ひげの撮影後、数年経って、事務所内に、黒沢プロダクションという部屋を、 黒沢監督に使ってもらうために作ったという。その部屋は普段誰もいないが、社長室よりも広い部屋だったという。三船は黒沢監督と再び仕事をできる日を待ち望んでいたと語っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。